皆さんこんにちは。僕からすれば広島県の広島市に来ております。広島駅すぐ近くのアパホテルに泊まっていたんですが、広島駅からすぐ近くのねこの橋からの夜景結構好きなんですよね。もう今明るいんで夜景ではないんですけどもね。はい、ということでただいまの時間なんですけども、午前6時でございます。めちゃくちゃ朝早い時間帯の広島駅前に来ております。今回なんですが、今から東京に向かいます。広島から東京に行くんだったら普段僕結構飛行機使うことが多いんですが、ちょっと今回はですね、山陽新幹線および東海道新幹線を使って広島から東京の方に移動します。広島東京新幹線で移動するとなると、もうほとんどの人が多分のぞみ号を使ってね一本でパッと行くと思うんですが、今回のぞみ号は使いません。山陽新幹線から東海道新幹線に直通していく光号っていうのがですね、1日に数本運転されてるんですが、広島発東京行きの光号っていうのが1日1本だけ設定されてるんですよね。博多から東京に通して運行される光号というのはなくて、基本的に山陽新幹線から東海道新幹線に直通していくのってのぞみ号ばっかりです。こだまに関しても東海道と山陽でそれぞれ分けられています。光号に関しては一部存在するんですよね。で、今回利用するのは朝1本だけ設定されている広島発東京行きの光500号、こちらを使って今回東京に向かいます。で、のぞみ号となると もちろん東海道山陽新幹線の最速種別になってくるので、停車駅もかなり絞られてるんですが、光号に関してはですね、山陽新幹線内停車駅めちゃくちゃ多いんですよね。で、今回利用する光号500号なんですけども、この広島を出ると途中の京都、山陽新幹線内すべてと、新大阪から東海道新幹線に入り京都までは各駅に停まります。で、京都から通過駅が出てくる、そういった、ね、光号に今回乗っていきます。で、この広島発東京行きの光500号なんですが、日本の新幹線の中で一番ね乗車時間が長い新幹線になっていて、なんと5時間超えです。乗車時間が5時間を超えてくる新幹線というのはおそらくこの光500号しかありません。広島発東京行きはあるんだけども、東京発、広島行きの光号というのはないんですよね。はい、ということでちょっとこれね、前から乗ってみたかった広島をね朝6時20分に出発する東京行きの光500号、今回全区から乗っていきます。よろしくお願いします。まだ朝6時過ぎの広島駅なんで、そんなにお客さんもね多くないですね。通勤ラッシュもまだ始まっていません。先ほどね E500 から切符買ったんですが、今回普通車もかなり埋まっていたんでグリーン車を買いました。乗車券とあとは新幹線のグリーン車合わせてだいたい片道2万5000円ぐらいなんで、まあ結構高いですよね。終点の東京にはお昼前に着くということで、こんな朝早い時間帯に出ても昼前までかかるんですよね、光500号は。のぞみ号とかだとだいたい3時間半とかの飛行時間なんで、のぞみ号よりも2時間ぐらい余計に飛行時間かかる、そんな新幹線に今回乗っていきます。途中駅で後続の列車にも抜かれることになると思うんですが、何回抜かれるのか、そういったところもね見ていけたらいいかな。ということで、このエスカレーターを上がった先が広島駅の改札になります。絶賛ね再開発の工事中です。改札階の方に上がりました。左が在来線の広島駅の改札、広々していていいですよね。で、奥が新幹線の改札になります。まだ切符発見していないので、ちょっと緑の券売機で切符を発見します。あと光号なんですけども、山陽新幹線内車内販売ありません。東海道新幹線に入ると、今回グリーン車ということで車内販売で利用することができます。そもそもね新大阪に着くまでがまずだいぶ時間かかるので、ちょっと朝ごはんとかは事前にコンビニとかでね買っておきます。持ち込みましょう。新幹線改札の方に移動してきました。新幹線新大阪東京方面ですね。一番上に出ている光500号東京行き、基本的に東海道新幹線と山陽新幹線を直通する光号というのは岡山発着で運転されるのが1時間に1本設定されています。で、東海道新幹線あとね1時間に2本光号あるうちの1時間に1本は山陽新幹線で岡山発着で、残り1本は東海道新幹線完結で設定されてるんですよね。この広島駅で光号を見るっていうのは1日本数かなり限られています。上りに関してはこの1本とあとは夜にある、博多発新大阪駅のあれですね、山陽新幹線完結の光、上りはおそらくそれだけ。下りに関しては朝の時間帯に、名古屋発で設定される光号が確かありますよね、博多行きの。あとは新大阪発で設定される山陽新幹線完結の光ぐらいなんですよね。とにかく広島駅でこの光の表示を見るのはかなり珍しいです。その中でも今回は1日1本だけね、片道だけ設定されている広島発の東京行きに乗ります。停車駅案内、京都までの各駅で名古屋、浜松、静岡、熱海、新横、品川ということで、熱海に泊まる光号っていうのもね、これまた結構珍しいんですよね。ということで今回こちらに終点まで乗車していきます。で、今ね特急券発券してきましたけども、こんな感じで
広島東京は片道 14,090 円、これに乗車券がプラスでいるのでだいたい25,000円になってきます。今回10号車の11番で席ですね。東海道山陽新幹線はすべて禁煙になりました。今まで10号車喫煙ルーム付近とか指定できたんだけども、喫煙ルーム廃止されたんでタバコは車内では吸えません。改札内のセブンイレブンがなかった。土産屋とかドトールは空いてるんだけども、まあいいや。っていうのもこの先各駅の停車時間、後続の列車に抜かれるために停車時間が設けられてる駅があるんだけども、20分とか停車する駅があるんですよ。ちょっとそういった駅で売店の方にね行こうと思います。先は長いですからね。飲み物だけ自販機で買って乗り込みましょう。いや5時間半、長っ。すごいよね、5時間後よ。本当この光500号だけですからね。日本中いろんな新幹線走ってますけど、お、すでに止まってるわ。もちろん16両編成で運転されます。光500号東京行き、本日は N700 スモール A JR 東海編成になります。うわマジか、残念だな。ラージ A が良かった。停車駅案内のところずらっと出ていますが、山陽新幹線内は新大阪まで各駅に停車。新大阪を出ると京都、名古屋、浜松、静岡、熱海、新横、品川、終点東京の順に止まります。静岡県内で停車するパターンですね。光500東京行き、今回は10号車に乗ります。スモール A の X68 編成ですね。ちょっと待ってください。僕ね、山陽新幹線内の光って車内販売ないと思ってたんですけども、今ね車内販売される方乗ってたんですよ。で聞いてみたらあるみたいです。あ、そうなんだ、それは知らなかったわ。ということで今回光号なんですけども、山陽新幹線、東海道新幹線どちらもねグリーン車車内販売があります。普通車に関してはね車内販売というのは東海道だろうが山陽だろうが全列車ありません。今回10号車のグリーン車2プラス2のシート配置です。基本的に C、D が富士山側になって人気ですね。今日も C、D が結構埋まってた。 A、B はね結構空いてるんだけどもね、今回は11列目の D 席を取ってます。今のところは誰も乗ってません。いまいちねこの車内販売の状況がどうなってるのかというのを全然終えてなかったんで知らなかったんだけども、光号ですが山陽新幹線グリーン車は車内販売があります。ワゴン販売ですね。東海道新幹線になるとグリーン車はねこの一回動画でねつくだと思いますけども、 QR コード読み込んでモバイルオーダースタイルになってます。なんじゃなんじゃ、よかったよかった。じゃあ車内で何か朝ごはん的なのがあれば買いましょう。まあもうこの座席自体はね今まで何度も紹介してると思うのでもう詳しくはしないですけども、グリーン車なんで4列配置の広々快適なシートになります。前席にコンセントを設置。今この10号車に乗ってるのは僕一人です。まあただこの先ね多分東海道新幹線に入ると一気にね混雑してくると思います。山陽新幹線内だけの利用だとね全然普通車でも空いてると思いますよ。まあ、今回はスモール A なんでちょっと残念ではありますね。まあ、あのラージ A と設備自体は全く変わらないんだけども、やはりスモール A 結構揺れるんでね、今回5時間半という非常に長い乗車時間なんで揺れに耐えれるかちょっと大変ですね。なんと山陽新幹線内の停車駅も省略せずに流しますね。新倉敷、岡山と。岡山から先はまあ毎時1本ね東京行きの光号というのは設定されています。6時20分になりました。光500号定刻通りに広島駅を出発。5時間と22分ですね。
山陽東海道新幹線のロングランの旅の始まりです。おはようございます。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。光500号東京行きです。自由席は後ろより1号車から5号車です。途中京都まで各駅に停まります。早速この東広島で列車通過待ちのため6時35分の発車まで4分ほど停車します。はい、車掌さんが言ってくれた通りです。ちなみに東広島に停車する16両の新幹線ってこの光500号だけなんじゃないかな。反対側にも1本あるのかな。上りに関してはね、この1本のみのはずです。東広島、そして隣の三原駅を出発です。時刻は6時46分、三原では後続の列車の通過待ちなどはなかったです。東広島とかこの三原、そして次の新尾道っていうのはのぞみ号止まらないんですよね。なので東京まで乗り換えなしで行ける列車っていうのはこの光500号1日1本のみです。それ以外に関しては小玉号とか山陽新幹線完結の光しか止まらないので、まあ、必ずね岡山とか新大阪、そういったのぞみ停車駅で乗り換えないと東京まで行けないんですよね。三原と新尾道の間はめちゃくちゃ近いです。列車は新尾道駅を出発。次の停車駅はのぞみもね、一部停車する福山です。いまだにグリーン車は貸し切り。多分グリーン3両つないでるけど、1人、2人、3人ぐらいしか乗ってないんじゃないかな。
どうぞ。今回ね、グリーン車なんで、でグリーンアテンダントさんもね乗ってらっしゃるんで、このおしぼりもらいました。山陽新幹線の光でおしぼりもらえるとは思わなかったんで、ラッキーですね。しかも JR 西日本仕様なんで、生もみじの広告ですね。なんかちょっと袋の質変わった気がする、おしぼりね。これ動画で伝わるかわかんないけど、やっぱ揺れるね。福山に関してはのぞみ号も一部停車するので、福山から東京への直通列車っていうのは、かなりの数ね運転されてます。福山か、やはり京都まで確定といえど新幹線なんでめちゃくちゃ早いですよね。福山出ると新倉敷で、その次も岡山ですからね。駅の目の前にお城があることで有名な福山駅、停車時間はわずか1分、すぐに出発。この後なんだけども、7時8分後にね、のぞみ78号、これまた広島始発ですね、があるみたいです。なのでホーム上はほとんどの方のぞみに乗られるみたいで、光に乗られた人はねあんまいないかな。次は新倉敷、高速ののぞみ78号なんですけども、この光500号は岡山までは逃げ切ります。つまり次の新倉敷でも待避待ちっていうのはないですね。やっぱ都会よね、福山。こう見るとということで、列車はですね、岡山に着きます。広島を出発して1時間ほどで岡山に到着。のぞみ号とかだと大体30分ぐらいで来れるんで、それなりに時間はかかりますね。放送でもありましたが、19分も停車します。なので岡山駅改札内のね、コンビニとかは普通に営業しているので、そういったところに買い物行くことは全然できますね。ワゴン販売一回来てくれたんだけども、ちょっと買うタイミングを逃してて動画撮ってたので、ちょっと次のタイミングでサンドイッチセットがあるので、それ買おうと思ってます。この後は海外行くんですけども、機内食とかもあるしね、ラウンジもあるし、軽く食べておけばいいかなっていう感じです。岡山では後続ののぞみ78号ですねに一本道を譲ります。あと、岡山から先に関しては光号毎時一本運行されているので、
まあ、そんな別に珍しいものとかではね、全くなくなりますね。岡山で19分停車するんですけども、抜かれるのは1本だけですね。広島発の東京行きののぞみ78号のみです。あとの15分は別に後続の列車と待ち合わせすることもなくね、単純に待つだけですね。多分空待機なんじゃないかな。臨時便がこの間とかに入ったりする日もあると思います。今日平日なんで臨時列車の運転もないんですよね。先行ののぞみ78号が出発です。あちらは F 編成かな、西のラージ A ですね。やっぱのぞみ号は結構混んでます。この光500号からね、のぞみ号に乗り換えられた方もね、かなり多いと思いますよ。ちょうど目の前にはセブンイレブンもあって、サクッとね、買い物することもできますね。まあ、ちなみに今回の列車なんですけども、光500号ということで、一番目の山陽新幹線から東海道に直通していく光号になりますね。7時40分になりました。帝国通り光500号は岡山を出発。結局ね、岡山からもこの10号車のグリーン車を僕一人貸し切りです。岡山を出るとこの先相生、姫路、西明石、新神戸、新大阪の順に停車。そういやね、スズメの戸締まりという映画あるじゃないですか。あの劇中で新幹線が出てくるんですよ。で、新幹線に乗って、それこそ新神戸から東京に移動するっていうシーンがあるんだけども、あれで出てくるのがね、この光500号なんですよね。もう新海誠監督が多分鉄道好きなんですよね。まずこの光500号を取り上げるっていうのもすごい、鉄道好きじゃないとなかなかね、こんなマニアックな列車取り上げないと思うし、で、新神戸から東京って普通のぞみで移動するじゃないですか。あえてそこ光にしてるんですよね。もちろん新幹線すごい硬いアイスも買ってたし、あと185系とかも登場するよね。あいおい停車中にワゴン販売回ってきてくれたんで買いました。サンドイッチ、結構ボリューミーだね。カツサンドとコーヒーにしました。これ2つでね、1040円するんですよ。サンドイッチ高いね。ただあのコーヒーとね、ドリンクでセットで買うとサンドイッチを若干安くなります。で、僕あのこのね、生もみじ小さいやつ欲しかったんだけども、今なんか土産用のなんか大きいやつしかないって言われて、もう仕方なくサンドイッチだけにしました。サンドイッチセットですね。50円安くなるのか、コーヒーとセットにすると、うん、なんかもう一個ね、ハムと野菜のハムチーズ&卵野菜のサンドイッチか、このカツサンドだったんだけども、今回ちょっとカツサンドの方をね、選択しています。まあ、車内販売維持のためにね、できるだけあるときはね、買うようにしてます。まあ、この後東海道新幹線になるとモバイルオーダーになるんですけども、そちらでもね、また何か買おうと思ってます。結局グリーン車はずっと貸し切り。10号車いよいよ出発。次の停車駅は姫路ですね。ただ本日臨時列車がないので姫路は空待機になります。
なので次ののぞみ号退避は西明石ですね。デッキの方に出ました。列車は帝国通り西明石を出発、次の停車駅は新神戸で、その次が新大阪ですね。広島から約2時間経ちました。ちょうど奥には明石海峡橋が見えます。一応新幹線からもね、明石海峡橋見ることできます。今ちょうどグリーン車10号車に関してはね、僕含めて3人乗ってますね。この先新大阪から東海道新幹線に入るわけですが、東海道管内に入るとね、グリーン車かなり混むと思います。やっぱ予想通り山陽新幹線内はほんとガラガラですね。光号は普通車の方はね結構乗ってると思うんですけども、やっぱグリーン車はすく傾向にあります。広島駅を出発してだいたい2時間半ですね。まもなく新大阪に到着。ここまでは JR 西日本山陽新幹線でしたが、新大阪から先は JR 東海東海道新幹線に入ります。新大阪での停車時間はわずか2分、8時48分光500号新大阪を出発。対面でね、新大阪始発の小玉712号東京行きに接続をしています。まあ、次の京都まではこの光500号小玉のようにね各駅に停車ですが、次の京都を出ると、まあ、いよいよね通過駅が出てきます。で、まあ、新大阪から東海道新幹線に入ったということで、グリーン車の、ね、車内販売方法も変わりまして、モバイルオーダースタイルにあります。 QR コードを読み込んでオンライン上で決済です。あ、じゃあ座席で決済だったわ。そう、注文だけ携帯の画面からするという形ですね。結局新大阪からもね全然グリーン車空いてます。多分僕入れて6、7人ぐらいかな、10号車に関しては。ただ座席マップ見た感じかなり売れてたので、この先京都とか名古屋ぐらいから乗ってくる、もしくは静岡県内からね乗られる方も多いかな。
京都駅で空待避してたんですけども、6分間停車していました。その間に後続の小玉712号が追いついてきましたね。東海道新幹線の本数はめちゃくちゃ多いです。9時8分帝国通りに京都を出発。次の停車駅は名古屋です。新快速ですね。新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光号東京行きです。途中の停車駅は名古屋、浜松、静岡、熱海、新横浜、品川です。続いて車内のご案内をいたします。列車は米原駅を通過です。光500号発の通過駅。この先関ヶ原越えですね。列車ただいま米原と岐阜羽島の間をね走行中です。同じ列車なんだけども、東海道新幹線になった瞬間にモバイルオーダースタイルに変わるので、山陽新幹線の時とね面白いよね。同じ列車で途中の駅から車内販売の方法が変わるっていうね。大しぶりなんだけど、これ上が西のやつで、まだ今東海に入ったので新たにもらったんだけども、東海のしぶりの方が若干小さいですね。サイズは袋のサイズね。中は多分一緒だと思います。で、安定の新幹線すごい硬いアイス、スジャータのアイスとホットコーヒーしています。これ2つで何だったっけ、700円ぐらいかな、800円弱になっています。740円ですね。まあいつも通りアイスはめっちゃ硬いんで、まあ、コーヒー乗せてね溶かさないといけません。あ、でも怖い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 、 N700 スモール、マジで揺れる。これでちょっと揺れ伝わるかな。全然違うよ、やっぱラージ A と N700S と比較してね、かなり揺れます。先ほどまでの山陽新幹線区間だと、まあ、JR 西日本仕様の放送なんで、リクライニング元に戻してくださいとかそういった放送もあったんだけど、東海に入るとああいった放送なくなりますよね。山陽新幹線と東海道新幹線で放送の内容も若干異なります。路線愛称東海は使わないしね、すべて正式名称で呼びますね。名鉄線も見えてきましたが、列車まもなく名古屋に到着。広島を出発して3時間と20分です。9時43分、名古屋駅での停車時間はわずか1分。すぐに出発です。ここから先、静岡県内、浜松、静岡、熱海と停車していきます。お、315系増えましたよね。
新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は光の東京行きです。途中の停車駅は浜松、静岡、熱海、新横浜、品川です。列車ただいま浜松に停車していて、後続ののぞみ号にまた一本で抜かれました。浜松を出ると次の停車駅は静岡ですね。結局ね、浜松からも10号車のグリーン車はずっとガラガラですね。まあ山陽新幹線の区間と比べるとね、お客さん乗ってますけども、でも座席マップ上は結構売れてるんですよね。よくわかんないです。もう静岡まで来ました。静岡では後続ののぞみ号に2本抜かれます。11時4分、列車は熱海に到着しました。光500号ですね。熱海駅に停車する光号なんですけども、1日3本しかありません。そのうちの1本がね、この広島発の東京行き、光500号ということで、熱海駅に関してはかなり急斜面に駅を作っているので、めちゃくちゃ車体傾いてますし、通過線ありません。なのでこの駅で退避は行えないんですよね。でこの列車は11時5分発で、3分前11時2分に東京行きの小玉号があります。で次の小田原はこの光500号通過なんで、小田原で先行の、ね、小玉を追い抜きます。めっちゃ急だな。かなり車体が、ね、左に傾いてます。熱海で降りる方多いな。結構年配の方が降りられてます。やはり熱海温泉がある影響だと思いますけども、まあ、11時過ぎに熱海着くので、まあ、時間帯的にもちょうどいいよね。ちょっと熱海観光して宿にチェックインできるんで、
まあ、ここから伊東方面にね、伊東線使って行かれる方も多いと思いますが、え、こんなに降りる熱海で、すごっ。あとだいたい35分ぐらいで終点東京です。次の小田原は光500号を通過します。広島から5時間と22分、光500号、まもなく終点の東京に到着です。日本の新幹線の中で一番乗車時間が長い新幹線、今回全区間乗ってきましたけども、まあさすがにね、疲れました。いくらグリーン車といえど、本当に長く感じました。ただ今回グリーン車めっちゃ空いてたんで、そこ良かった。本当グリーンにしといて良かったわ。普通車のなんか修学旅行生みたいな団体の子たちも見てたんで、かなり埋まってたんでしょうね。よし、では降りる準備しましょう。でも今からまた海外なんで、まだ今日の目的地はまだまだ遠いです。帝国の11時42分に終点東京到着です。今乗ってきた光号なんですけども、折り返し57分発の新大阪行きこだまになるみたいですね。
で本当東海道新幹線は運用がかなり過酷なんで大変だなと乗客ながらに思います。はい、ということで本日なんですけども、広島から日本の新幹線で一番乗車時間が長いひかり500号全区間グリーン車乗ってきたということで、いやー車内でもね最後だと思いますけども、かなり長かった。やっぱ5時間22分というのはなかなかない長さですよね。のぞみでもね5時間で東京博多5時間以内4時間57分とかで普通大体結ぶので、いやなかなか疲れました。はい、ただ今回のゴールは東京ではなくて、まあ、ここから先今から羽田空港の方に移動してね、このまま国際線に乗るんで、またもう少しちょっと頑張ります。はい、ということで、今回の動画はね一旦ここで終わろうと思います。まあ、皆さんもねぜひ興味ある方は光500号、まあ、光号はねやっぱ東海道山陽新幹線の種別の中で一番面白いと思うので、ぜひ興味ある方は光500号全区間乗り通してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。